久保さんいやあのー、僕が車買える理由にしましょうか僕が車買える理由はローン通ったからです単純に <laughs> 2つローン通りましたからねすごいですよね <laughs> だから400400 400のフルローンとえー、っと200か,だか600万ローンですね通 <laughs> りましたねこれダブルいけるもんですね単純に だから親父の車に関しては100万払って、頭金100万で200万ローンで、もう一つの1台はフルローンですね。8万ぐらい払いましたけど、頭金で、波数で。あと400万ぐらいローンですね。<laughs> これ何,だ何年だな ?8 年ぐらいですね、多分。5万円ぐらいですね、多分。5万円で8年ぐらい。400万。<laughs> で、200万は3万で5年ぐらいですかね。これローン通っただけです。で、ここからが本題なんですけど、 単純に真面目に返し真面目に返したっていう話ですね。僕ね、1月で、あのー、まあ、当時600万だったかな ?600 万ぐらいした GT-R を、まあ、ローンで買ったんですけど、今年の1月で全返済したんですよ。はい。でね、久保さん、びっくりしたんですけど、はがきが来まして、三井住友から、あの、特別なお客様へ、みたいな。なんと、あげたらですね、カードのクレジットは120万になってましたね。 無料ですよ。ゴールドカードじゃなくて、無料枠で120万って、まあまあすごいないですかマジかみたいな。ね。あの、アマゾンクラシックカードなんですけど、無料なんですよ、それ。まあ一応年会まあ1回ではアマゾン利用すると、まあ無料になるんですけど、まあほぼ無料カードですよ。ね、1回はなんか買い物するでしょ、アマゾンで。で、そのクレジットカードのまあ名前が書いてあって、120万です。70万から120万です。 だからね、久保さんも今、カード通ったりとかね、いろいろ通ると思うんですけど、まあ、ちゃんと返した、ちゃんと払ったってことですよね。だからこれ真面目に生きてると、あの金も貸してくれるので、だこの前あの、オリックスの、ね、カードローンも通りましたし、オリックスのカードローンも通ったし、あのオリックス銀行ローンも通ったんですよ。これ、セルフバックなんですけど、<laughs> 1万1万ね。オリックスの銀行カードローンも通ったし、えー、クレジットカードローンも通ったんですよ。 これすごいっすよね。ありがたいですよね。そう。で、1万円もらえるし。<laughs> そう。ただね、ちょっとね、一つ残念なことがありまして、なんかリンク間違いしたのがクリックキャッシュクッキー消しちゃったかわかんないですけど、そのオリックスの銀行カードローンのやつ、あ銀行の方はアフリ報酬ついてなくて、マジかみたいなね。<laughs> マジかみたいな。じ <laughs> ゃそれで残念な気持ちになりましたけど、まあ回収しますんで、しっかりと。<laughs> まあそんな感じでね、真面目に生きてると、 あのお金貸してくれる人いるので、ああのひ人というか、まあ、会社さんですねそう。だからね、ありがたいですね。うんまあ、お金にゆとりは僕ね、久保さんほど全然、久保さんの方が今お金いっぱい持ってるんで、僕よりはね。うん、僕は商品売らないと、まずキャッシュないですから、毎月売って自転車葬業をまだしてる部分あるんで、まだまだですけど。 まあただ、買える理由ってただローンあ、まあ、あとですよ。あとは稼ぐ力がもちろんあるってことですね。うん、稼げなかったら、そのローン組んでもね、どうすんのって話なんで。うん、だ僕はその、なんだ、別にその、例えば、毎月、まあその2、2台のローンで8万ぐらいなわけですよ。5万と3万で。 うん、8万稼げるでしょっていうか、8万稼げなかったらこの4年起業できてないこの。この4年俺生き延びてないよって感じで、プラス8万ぐらい頑張ろうぜって話で、ど,どうですかね。プラス8万。プラス8万も稼げないのに起業して4年もビジネスできないっすよ。<laughs> って僕は思ってるんで、だからあのローンも組むしそ、それぐらいの負荷ぐらい自分にかけないとダメだなっていう、プラス8万ぐらいね。 うん、自分の戒めじゃないですけど <laughs>、それぐらい頑張ろうぜって話ですよね。だから買えますよ。だからまたね、あの、Z もローン一応あの言いますから。でもね、僕、銀行ちょっと試してみようかなと思うんですよ。銀行、あの、クソ安いんですよね、今、マイカーローンって。1点、久保さん、確かね、1.3とかあるんですよ。1.4とかキャンペーンやってるとこで。超すごくないですか でかし、あの、鹿児島信用金庫も100年記念っつってね、毎回ローンやってて 1. 点何パーなんですよ。1. 点何パーから1.9パーぐらいかな。2.3とか。クソ安くないですか。いやこれでローン取ったら、もうなんかただみたいなもんじゃないですか。1パーとかだったら。<laughs> ね。もうこれ、だから Z もそれでいくかもしれない。だから銀行ローンちょっと行ってみ、まあでも銀行ローンだとちょっとね、クソ書類募らてないといけないのでめんどくさいんですけど。 まあそれも手段としてはありますから。うん。だからまあ Z 買うときもまあまあ僕40まで被って決めてる部分あるんで、まあ一応まあお金キャッシュは作りますけど、ただキャッシュがあってもローン行きますから僕。まあ、キャッシュフローのこと常に考えてるんで、一気にまあ Z4 今600万ぐらいなんですね、買いたいのが。 で、その600万一気にキャッシュ減るよりかは、月で5万とかで10年とかにしちゃって、で、その残りの例えば、えー、月、まあ600万が一気になくなるよりかは、595万を次の月残しといて、それを何回かに使った方が回せるので。うん、だからローン通んだったらもう全然全部ローンでいきますね。<laughs> 本当に <laughs>。どこまでローン通るんですかね <laughs>。これはもう一発、でもね、オリコさん、 今回、その、ジャックスさんで、400万はジャックスさん。で、もう一個は BMW のローンなんですよ。で、BMW のバックボーンはどこなのかなちょっとわかんないですけど。で、もし BMW のバックボーンがオリ,あのオリコじゃなかったら、オリコ通るかもしれないですよ。なぜならば、GT-R オリコで通して、オリコ全部600万ぐらい返してるんで、信用めっちゃあるじゃないですか。 GTR のそのね、8年ぐらいの600万全部ね、あのー、なんだ、支払い滞らず、8年ぐらい滞らずずっと返してきたんで、その信頼はあるんで、オリコいけんじゃないかなと思ってるんですけど、<laughs> これどうなんすかね、そう。まあまあ、だから本当に真面目にちゃんと返してると信用つくんで、また返してくれますよ。貸してくれますよ。南の帝王もちゃんと利子入れてる人、ちゃんと返してる人は、 また貸してくれますから、金ちゃん。金ちゃん貸してくれますよ。だから真面目に生きてると本当ね、いいっすよ。本当に。だから真面目が一番最強ですね、久保さん。うーん、真面目に返す。借りたもんは返すっていうね。やっぱ南の帝王は人生のバイブルっすね。いってらっしゃい。